ライバルは一人じゃない。きたーとー、沖の子です。行きましょうか。ライバルは一人じゃない。上り捨て。せーので勢いつけなあかんやつやね、これね。振りをどうだ、振り遅れたようです。俺が1位。ほい。先手取れたよー。抜かされたよ。ルイージたちは、気絶したー。先手取れたよ、ルイージたちはすでに気絶したやね。さあルイージ上がってくるか、どうだ、わかりませんよ。さあこれも曲が変わります。たまげたけしびしらす鬼氷は気絶した。さあ行きましょう。先手取れたよは抜かされたよで、先手取れたよ、抜かされた、先手取れた、ティン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 、ありがとうございます。さあバツ印を登っていくようなイメージ、イメージングレースですかね。 A ですね、英語の A に見えます。そして上空へ行きました。ゴールインです。C、 C ですね。スタートしゃがみジャンプから入っていきたいが、まあ2番手という感じ。猫キャットです。フッ、取る、取りたい取りたい取りたい、猫取る。鍵はどうだ、上から行けるというケースが考えられる。上からはいけないという判断になります。これはさすがにってなると、ブンブンで鍵取り合戦、ポコンポコンになって、早く早く、ブンブンがあかん、ずっとポコンポコンになってる。こっちに引き寄せないと。ブンブンがその低いから、みんなブンブンが顔出せないねんって。そっち向きやったらこっちこっち。マリオ気づいて、マリオ気づいてない。それじゃあずっと亀のままやで。やっと来た、やっと左向いてくれましたね。あれ右やったら頭出せないですからね。マリオちゃんとこっちやで。そっちやったら頭出せんくなるよ。この子ちゃん引っかいた、猫取ります。ゴー、スフリー入って、早く早く早く。プンプン線もあるよ。プンプン線は向こうか。でももうゴール行くんちゃうか、勝手に。プンプン関係ない説がある、まずい。急ごう、どうだ、結局鍵いるという可能性があるぞ。生ゴールか、アウトコース、オートコースですかね。行きましょう。スタート、飛び出せ、幅跳び、よし、飛び出すことが大事。とりあえず右に向かっときゃなんとかなるから。危ない、これはダイレクトゴールはどうだ、認められなそうなんで入っちゃおっか。はいはいはい、こっちこっち、こうこうこう。フリーをすごいとこから行ったな。大丈夫か、そんなんして。こっちなんか勢いありますから。ふっ、どうだ、わあ、マリオコントロールが確かに不能っぽい。チャンスです。ゴー、下手にジャンプしたら危ないよな、これ自力でいったらな。なんかオートやからオートで任した方がいいんやろうけど、ついつい慌ててなんか押してしまうっていうね。オッケー、アンダーグラウンドクレイジーワーク。アンダーグラウンドクレイジーワーク、これはまあ上は騙しかな、さすがに。上は作り込んでやるやろ、クレイジーワーク言うてるぐらいやからな。そう簡単に裏ルート認められへんよ。パック危ない、食らわないでいく。これちょっと危ないな、このトマトのようなもの。トマトが危ない。よし。ルイージどうする、扱いでくるか、それでもやめときや。気絶すんで。ルイージゆっくり行き。いやでもほんま勝ちに来てんな、これ。あ、なんか上ルートを開発してる、なんやあいつら。そんなんしてたら、あれやで、俺ら行かれんで。どっちが先ゴールするかやな。じゃあ上ルートと下ルートあるとすれば。中間やからこっちがもう完全にルートとして合っている。奴らから、ピコーン、誰々がゴールしましたとか言われた瞬間終わりやけど。さすがにそれはないかな。うわ、急ごう、変なやつや、急いで、ほっで、これ復帰早いはずやから、このスキンは。ほら、早い。早く、もう一発、おい、粘らないで、よし、おっしゃー、ゴールイン。1対3。1対3のコースですね。なんやろ、1行ってみようか。1行こう。先行きたい。ほっ、ボコンで、ゴー。何これ、オンオフ大丈夫、いけいけ、1対3。うわ、ほんまや。うわ、これ気絶するんちゃうか。上に大脱走しても問題ないんかな。上一応脱走やめとくか。これでゴールの顔されるもんね。マジかよ。これでゴールやねんけど。ゴールイン。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。フォローザロー。覚えてねせですね。右下上右、右下上右、スタートー。覚えれるかな。右下上右、まず右やね。右下上で、次が右という形。ほい、行きましょう。次の発表です。上、右、上、下、OK。ってことで、上、右ですね。上、右、上、下。次は上。危ない！上。ちょっと早く行きたいね。下。下やけど上にあるっていう。騙しコースみたいなもんですわ。ここから、ここ、上、上、右、上、右、下、上。上、右、下、上。上、右、下、上。さあ、突き抜けていく！ OK！ あとは抜かされなければ勝ち。ゴリーン！ 1A！ 1の A ですね。スタートー！さあ、危ねえ！うわ、投げられるか。どんなになってしまうんでしょうか？かなりまずいか。3段決めていく。とりあえずスピード勝負に持ち込むしかないね。常右入力でいくわ。中間取って。よし、青いと。よっしゃ、仲良くやってやってやって。2位浮上。よしよ、いらない。ルイージの姿が捉えた！ 3 段決めます。間、ワン、ツー。ノット3段から、叩き落とす打ちます。ゴールイン。スーパーマリオブロス Wii。スーパーマリオブロス Wii ですね。スタートー！行きましょうか。まずは先手をぶち取っていくという形。しかもシンプルなコースですから、もう前有利と。亀裂の連絡も入った。あと一人です。仕留められるか、子猫。登っていく、登っていく。中間の大きくなっていく。さあ、子猫じゃ勝負し。アイテム取らない。中間取らない。ですが、俺が壁になっているので、俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。暴走とメガマッシュルームマラソン。スタートルイージです。行きましょうか。メガマッシュルーム、なるほど。ビッグキノコマラソンか。ラキシスですね。トーン、トーン、頭ぶつけていくというプラン。マリオとまあシンクロレースになっていくようなイメージか。ラキシスです。どうだ？こっちか。ポーン、ラキシスから。なるほど。2つ捕まって、子猫ちゃんも来ている。ラキシス、ラキシス、トン、トン。いけ！よーし、届いた！やりましたねー。ゴリン。最初に作ったバトコ。スタート行きましょうか！ルイージス、マリオと、青いと一緒のとこに入ったというイメージ。突き抜けたか？いや、突き抜けていない！よく見ると。あそこでもみんな無限ループするような。めっちゃ難しいパターンやったわ。しゃがみ取りからのファイヤー。いけ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 。この連打は苦手部門にはなるんですが、よし、まずブンブンへのファーストスプラット。ファーストタッチが俺。マリオ来ましたが、3回目の連絡が入ります。オープン。ゴールインか？ OK ですね。ゴールイン。さあ、マリオと青いと喧嘩、大喧嘩になっている、あーっと締め切られてしまったー